ところだった。ぶつかったって何よそれ。そっちがぶつかって。いいからそれ、なんとかしてくれないか。それ？スカートのことだよ。いいわよね。見たくて見たんじゃねえし。何？いや別に。それより確認したいことがある。今お前は食パンを口にくわえて右手でスマホを操り、左の脇に塩の袋を。そうだけど。ぶつかって当然だろそんなもん。しょうがないじゃない、急いでたんだから。これから除霊に行くところか。なんで知ってるの？スマホをいじってたのはある男にメッセージの返信を送るためだった。内容は自分が霊媒師であることのカミングアウト。ちょっとやめてよ、気持ち悪い。ただその食パンのことだけはわからない。何なんだよそれ。何って朝食だけど。さっきミカタンからもらったの。友達がたくさん送ってきたからお裾分けって。塩の袋と同じか。もう一体何なの。なんで知ってるのよそんなこと。俺はかつて幽体だったからって言ったら信じるか。は？だよな。ところでユータ、学校は？今日終業式じゃなかったっけ。いろいろとやらなきゃいけないことがあって。この不良学生め、終業式だってちゃんと行かなきゃダメじゃない。あ、そうだ、実はラブラに頼みたいことが。何よ。ラブラがさっき返信を送ろうとしてた男、そいつ今すぐここに呼び出してもらえないかな。じゃなかったら連絡先を教えてくれるだけでもいいんだけど。あんた何言ってんの。三つの小さな魂。今日一日手がかりを求めて東京中をさまよい歩いたが、結局すべて徒労に終わった。まずは友田に会うべく井戸の高校に行ってみた。だが残念ながら友田は不在だった。井戸の高校は先週末に終業式を終えており、すでに冬休みに入っていたのだ。それでも教師は何人か来ていたから、あらゆる手を尽くして友達。しかしそこにもやはり友田の姿はなく。ならば方向性を変えて救命会の方から探ってみるか。
そう思って教団の本部へと足を伸ばしてみたのだが、門前には報道陣が群がっており、突破するのは困難だった。グリーゼについてはラブラだけが唯一の取っかかり、そこでラブラから奴の連絡先をと思ったのだが、結果は今朝の通りだ。参ったな、これだけ歩き回って収穫ゼロかよ。俺はひとまず古来館へと帰還することにした。足取りは鉛の塊を引きずるように重かった。今お前が住んでるところ古来館だっけ？昨日行ったんだよ、例のやつを返そうと思って。そうだ、すっかりと忘れてた。性転換だよ弥生ちゃん、あいつはそれを糸に返すために。友だ！待て友だ！あの野郎逃がすか！ちょっと待つのら、ゆうたん。なんだ、邪魔すんじゃねえよ。今はまだその時じゃないのら、勝手に歴史を変えないでほしいのら。うるせえ、どけ。失ったじゃねえか。一体どういうつもりなんだ、チラノスケ。やれやれ、とりあえず古来館に戻ろうか。話は中でしよう。このまま歴史が同じように進んだら結末も変わらないことになるんじゃない？貴様は昨日そんなことを言ってたよね。ああ、だけどお前はこのままでもいいって。なんでなんだ。うん、ちょっと拍子抜けするかもしれないけど、簡単に言うといいとこ取り作戦。いい歴史はそのままに、悪い歴史のみを修正する作戦。そんな都合のいいことできんのかよ。できる。もちろんそう簡単にはいかないけどね。一本のピアノ線を渡るようなもので、最高にハッピーでピースフルな未来はそのピアノ線の先にしか存在しない。逆に言うとそこからそれたら終わりってこと。これまでに何十億という貴様たちがそのピアノ線から足を踏み外して落ちていった。失敗したのらよ、そいつらは。だけど成功した者もいる。ピアノ線を最後まで渡りきり、最高にハッピーでピースフルな未来へとたどり着いた貴様が、だからこそオイラはこうして存在することができてるのら。うん、言ったよね、オイラは未来からやってきたって。その未来を作ってくれたのがピアノ線を無事に渡り切った貴様なのらって。言ってることわかる？ああ、要するに脇道にそれるなってことだろう。まあそういうこと。そのために守ってもらわなきゃならないことが2つある。チラノスケの掟その1、オイラが許可しない限り歴史を変えてはならない。チラノスケの掟その2、他の人間には一切真実を伝えてはならない。どうして？かつて成功した貴様がそうしてたからだ。それって理由になるか？なるでしょう。ピアノ線を渡り切るための必須条件だ。守ってもらわないと。あ、もしかして納得いってない？だったらみんなに本当のことを言ってもらっても構わないよ。これまでに63億7315万3742人の貴様たちがこの掟を破り失敗していった。
次の63億7315万3743人目になりたいなら式にするといいさ。ただしこれだけは覚えておいてほしい。もし仮に失敗しても今の貴様はやり直すことなんてできないからね。 VR1 が落ちてきたらそこで終了。今の貴様は天に召されることになる。そんな。残念だけど仕方がないよね。そうなったらそうなったでオイラは次の可能性にかけるだけだ。次の可能性。魂の尾の先にいるもう一人のユータンのことらよ。なあチラノスケ、魂の斧、有効伸長限界距離がおよそ216メートルっていうのは本当なんだよな。そんなことで嘘なんかついてどうするのら。じゃあ俺は今日一日中俺の幽体を引っ張りながら歩き続けてきたってわけだ。そうなるね。だけどなんでなんだ。何か。いや素朴な疑問なんだけど、どうして魂の尾がつながってるのかなと思って。知ってるだろ、俺のこの体もともとは俺のものじゃなかったんだ。本来は千代子のもので。パンチライン。千代子、グリコ、今石形さんに会ってきた。今夜結婚するらしい。今夜。まだ荷物まとめてないよ。どんだけ持ってくつもりなんだお前。カバン一つで十分だ。それ以外のものは全部。みんな聞いてくれ、予定が変わった。他の研究員たちに感づかれてしまったみたいだ。それじゃ脱出は延期ってこと？いや違う、今すぐ決行だ。すまんな、これまでのこと悪く思ってる。これはせめてもの罪滅ぼしだ。僕はもう長くはないから。石形さん、後ろ。すぐ後ろまで追ってきてる。よかった、やっと気がついたみたいね。ここは川の近くにある山小屋。じっちゃんが河原に横たわってたあなたを見つけて運んできたの。ありがとう。だから助けたのは私じゃないんだって。お礼ならじっちゃんに言って。今外で薪割りしてるから。歩ける？うん、どうにか。ちょっと待って、なんで俺こんな服着てんだ。っていうか手も足も。どうしたの？そんな、なんで千代子が。
多分俺たち3人はこんな感じでそれぞれの体が入れ替わったんだと思う。俺の幽体は千代子の体に、千代子の幽体はグリコの体に、そしてグリコの幽体はかつての俺パインの体に憑依したの。まだ断言はできないけどな。当時の俺の体、パインの体は行方不明だから、俺はダムに落ちた時沈みゆく車の中で誘爆したことを思い、きっと二人も同じだったんだろう。グリコも千代子も誘爆してたんだ。そのため俺たち三人の魂は肉体から乖離しやすい状態にあった。そこに雷が落ちて、その衝撃で貴様たち三人の幽体はそれぞれ別々の体に取り付くことになったと。ああ、多分な。で、何の話だったっけ？魂の王の話だよ。俺の体はもともと千代子のものだった。なのにどうして魂の王が。ふむ、では教えて神聖よ。グリコ、千代子、パイン、3人の霊的な波長は極めて近かったのらよ。だから貴様はずっと千代子の体に取り付いていられたのら。そうして憑依を続けているうちに、次第に魂の王は肉体の中へと定着。あたかも植え付けられた植物の種が土の中へと根を伸ばしていくように、今やその根は貴様の体の奥深くにまで食い込んでいる。言い方は悪いかもしれないけど、完全な乗っ取りに成功したってことらよ。別に好き好んで乗っ取ったわけじゃ。わかってる。これまで散々苦労してきたんだもんね。その体の性別のせいで。話を終えると白之助はすぐに姿を消した。おそらく俺の幽体に会いに行ったのだろう。現在時刻22時45分俺は一人ベッドに座り、物思いにふけっていた。千代子、そのクワガタちょっと貸して。おい、グリコ、どうするつもりだ。貴様が悪い魔女だな。この私が成敗してくれよ。何を、こしゃくな。どう。やだよ、怒るなんて。なんか犬みたいじゃん。じゃあミケにしよっか。この子の名前はミケ。それで決まり。千代子？何その歌。おまじないの歌、石形さんに教えてもらったの。寂しい時や辛い時に歌うと元気が出るんだって。ほら、やっぱり届かないじゃないか。ごめんごめん、次こそは。にゃん。グリコ、今頃どうしてるんだろう。生きててくれるといいんだけど。せっかく50キルゼロデス達成しかけてたのに。